センタラグランドアットセントラルプラザラープラオバンコクは、タイの首都であるバンコクチャトゥチャック区にある高級ホテル。タイ企業、セントラルグループのセンタラホテルズリゾーツにより、運営。2011年まで、ソフィテルセンタラグランドバンコクの名称で、アコーホテルズと提携していたが、2012年1月にアコーホテルズを離脱し、ホテル名を変更した。1982年開業。 センタラホテルズリゾーツのホテルの一つ。アコーホテルズ時代にセンタラホテルズリゾーツが、旧称のセントラルホテルズリゾーツから、名称変更したことに伴い、2007年6月19日に、ソフィテルセントラルプラザバンコクから、ソフィテルセントラグランドバンコクに、名称変更。2011年末で、アコーホテルズとの提携を解消し、現名称となった。 アコーホテルズ運営前は、ハイアットホテルリゾーツと提携しており、ホテル名は、セントラルハイアットホテルだった。ホテルの近くに、大型コンベンションセンターがあることもあり、ビジネス目的での宿泊客の割合が、圧倒的に高い。高速道路の出入り口に近く、バンコクメトロのパホン用品駅から徒歩約10分の、ところに位置するため、交通アクセスはいいが、市街へは遠い。ただ、 観光客に人気の高いウィークエンドマーケットの最寄り駅であるカムペーンペット駅へは約5分の乗車時間で行くことができる。駅の目の前がウィークエンドマーケットである。ホテルのシャトルバスを利用してウィークエンドマーケットに行くことも可能である。客室は一番下のグレードであるスーペリアで約33.5平方メートルである。607室など。ありがとうございます。